近鉄綾や池遊園地は奈良県奈良市綾や池北一丁目9番1号にかつて存在した遊園地近畿日本鉄道の子会社であった近鉄工業株式会社が運営していた大阪電気軌道が初めて開発した遊園地大阪電気軌道は関西私鉄では後発企業であり沿線には車寺や旧跡があったことから 同業他社より遅れての遊園地事業への参入であった。敷地面積は約30万平方メートルで天然の勝負場池を中心に遊戯施設やボーリング場、動物園などを配置。また、2003年まで近畿日本鉄道の参加だった大阪日本歌劇団の常設小屋として円形大劇場があり、団員養成施設の日本歌劇学校もあった。また、 大阪電気軌動開業時の車両デボイチ系電車も保存展示されていた。USJ 開業や少子化等で来場者が激減した、上、近鉄グループのリストラも重なり、2004年6月6日で、閉園、78年の歴史に幕を下ろした。運営していた近鉄工業は事業を近鉄レジャーサービスや近畿日本鉄道に譲渡し、2004年12月に解散。 動物は他の遊園地に遊戯物も多くは、カモリ観光が引き取り、同社が所有する遊園地に移転したほか、おとぎ列車が生駒市の幼稚園に譲渡された。他にも一部の遊戯物が京都府の笠木キャンプ場に移転、活用されている。大気デボ1型についても、近鉄後移動研修車庫に移転、保存された。遊園地跡には2008年から、 近鉄はや池住宅地が開発されている。近鉄グループ経営計画に基づき、あや池遊園地跡地の勝負場池周辺に、近畿日本鉄道と近鉄不動産が共同で開発している新興住宅地。勝負場池周辺は、風地地区に指定されており、また地元では環境保護運動もあったため、計画は奈良市や地元住民と協議をした上で立案されている。 2006年5月には、付属小学校が狭く、幼稚園とも離れていたため一体化できる場所を、探していた、学校法人近畿大学と、基本合意し、あやめ池遊園地の円形大劇場跡地に、付属幼稚園が2010年4月6日に移転開園、同時に小学校も開校した。なお、住宅地には小 CO2 設備を廃しており、国土交通省の、住宅、 建築物省 CO2 推進モデル事業に宅地開発事業で初めて採択された。ありがとうございます。